ボンドアートって同じように書いて販売したら盗作になりますかご質問ありがとうございます。クリエイターとしては盗作作家のレッテルが貼られちゃいますし、法律上は商標権の侵害になるのでおすすめはしませんが、僕は訴えたりしないので大丈夫です。楽しんで作品作り頑張ってください。 あと、アートで商標なんか撮ってんじゃねえよっていうコメントも多いんですが、ボンドアートで商標を取っている理由は、皆さんに使わせないためではなくて、僕がボンドアートという名称を使い続けるために取っているだけです。誰かにボンドアートの商標を取られてしまって、使うな って言われたら僕が使えなくなってしまうんです商標登録は後出しじゃんけんで負けないための対策なのでございますそれから皆さんのコメントを見ていると特許商標衣装実用新案この4つの知的財産権の違いがよく分かっていない人が多いみたいなんで将来のために法律の勉強も少ししておいた方がいいかもしれませんね皆さんの平和な作家ライフを心からお祈りしていますありがとう